キャンプ歴9年のカズシュさん、めちゃくちゃおしゃれで真っ白で統一されてるんで、タープの下に置いとくと人が近づいたらこう電気がつくっていう、うん、海外とかでなんかすごく使われてるイメージがありますね。いろいろ調べてると、うん、これスマホと連動するんですよ。これが、はい、どういうことですか。第5位。第5位です、はい、第5位はアナキャンのメタヘキテ足長っていうこちらのテーブルになります。はい、アナキャンさんって、はい、まあ、最初に、焚き火台を作られてたのかな、はあはあ、で、まあ、その後に、この六角テーブルに合う、うん、テーブルをこう出されたんですけど、ザースさんのやつですね。そうですそうです、はいはい、中に入れるんですよね。そうです、中に入れるやつですね。で、あれ黒しかなかったんですよ。あで、はあはあはあ、キャンプ場でちょっとご一緒した時に、はあ、白だったら買うんだけどなって僕ちょっとボソって言ったんですよ。なるほどね。白できたよって連絡が来てですね、じゃあ買おうかで、買ったものになります。なるほど。で、はい、で特徴としては、うん、これ足長っていうやつでですね、はい、これ本当足畳むだけなんですよ、ここ。おで、もうこのまましまえるので、はい、設営撤収がめちゃくちゃ早いんですよ、ね、確かに。結構毎週キャンプやってると、うん、設営撤収の時間をこういかに減らすかみたいなところがあって、でもこれこのままポンと車の中置いてるんですけど、はい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 、出すのもこう、設営するのも結構一瞬なんで、それがもうとにかく重宝してます。なるほど。本当だ、すごいですねこれ。ちょっとなんか変なギミックがなくても本当にシンプルですね。調整内でこうついてるだけっていう、はいはいはい、でまあ足だけちょっとこうちゃんと開いて、ね、はい、こうやってすればもうこれでおしまいってことですね、はい、しかも3点だから、まあ、こういったところでも安定すると、はい、塗装がすごくしっかりしてて、まあ、全然火にも焼けないですし、塗装も剥げないですし、すごく、ね、強いんですよ。もう多分これは、最近出たバージョン2ってやつなので、はい、まだ比較的新しいんですけど、はい、その焚き火の方で使ってたバージョン1の方は、うんうん、もう多分2年ぐらい、まるまる2年ぐらい使ってるんですけど、はい、全然こうへたれない。へで、まあ、焚き火周りでもこう安心して使える、まあ、サイドテーブルで使えますしね、うん、いう、しかもステンレスだから大丈夫、はい、熱も大丈夫だし錆びないしっていう、はい、すごく重宝しております。これいくらぐらいするんですか。24,200円です。24,200円、はい、もしかしたら白はちょっと高いかもしれないです、はい、あ、まあ、黒はその値段ってことですね、はい、多分オーダーしたらやってくれるとは思います。ちょっと高くなるかもしれないです、はい、ちょっと見ておきます、はい、ありがとうございます、はい、第5位、はい、お願いします、はい、第5位は、BOSE のスピーカーでございます。スピーカー、はい、まあ、ちょっとキャンプ場で音楽っていうと、まあね、あんまりこう音楽禁止されてるところもあったりするので、まあ、場所によってはね、はい、あと音量とか大きな、音では流せないんですけど、はいはいはい、2つありますけど、はい、2つあってですね、はい、これ製品としては1個1個売ってるものです、はいはい、でもう多分これ5年ぐらい前に結構昔に買ったやつなの で、はい、でまだ、現行品としてあるので、うん、結構ロングセラー商品だと思うんですけど、まずこの後ろがこのベルトクリップになってて、はい、で、はい、ここクリップがついてるんですけど、はい、このクリップが結構優秀 で、キャンプってまあ結構ポールがあったりこうなんか引っ掛けるところがたくさんあるんですけど、そこにこう結構どこでもカチッと引っ掛けられる、しかもちゃんと取れないですね、はい、で、まあ、しっかり防水なので結構使えるっていう、多分そんなドボンとは多分ダメなんですけど、生活防水ぐらいはあるので、まあ、気をつけてれば大丈夫と。これ2つをリンクさせてるんですか、はい、どっちで2つを使うと、ステレオで再生ができるんですね。で両サイドに置いて、そうです、臨場感のある、はい、立体感のある、はい、でこのステレオっていうのを、最初これ別にそんな機能そんな歌ってないんですけど、設定書の端に小さく書いてて、2つあったらステレオできるんだと思って、でもう1個買ってみてやったらできたんですね。でキャンプ場とかってあんまり大きい音に鳴らせないじゃないですか、なんで自分がこう座ってるところのこことここに置いたりするんです、はいはい、近くでね。そうすると結構小さい音 で、はいはい、で自分だけはすごい聞こえてる感じになるんですよ。焚き火してる時とか、なんかこう夜リラックスしてる時とかにこれを使ったりしています。なるほどね。ちょっとねこれちょっとだけ体感してほしいんですけど、はい、こうねこう耳の左右に持ってきてもらうと多分分かると思うんですけど、今ね僕めちゃくちゃ聞こえてるんですけど、どうそっち、なんかちょっと遠くの方でなんか音楽がマジで、こっちね僕ね今ねライブ会場にいますよ。でしかもものすごく音質がいいんですよね、なんかこうこれすごい、いやこれねマジでこれ買った方がいいね、これ絶対買った方がいいですねこれ
ちょっと持ってもらっていいですか。はい、全然違う。そう、この今聞こえてるの結構大きい声出さないとぐらいの音量でここ聞こえてるんですけど、これね、ちょっとこれはもう本当にいろんな人にこう体験してもらいたいんですけど、うん、音量、はい、半端ないこれちょっと僕も買ってるかもしれないですね、これ帰り。これはね、結構いろんな人におすすめするんですけど、結構周りみんなこれ使ってるんですね。はい、買って。あとあれですね、その今も手で持ちましたけど、あとちゃんと置き場をうまく工夫できるように、そうなんですよ、した方がいいってことですね。ちょっと今日持ってきてないんですけど、あのヘリノックスのハイチェアのコットなんかにこう加工して、ここにこうつけれるようにしてたりするんですけど、椅子につくようにしてるんですね。そうです、そうです、ポールが2本出てて。確かにそれがいいかもですね。へえ、これはすごい。これなんぼっすか。これですね、はい、1個今普通に定価で15,400円で、うん、公式サイトだと言ってます。で、まあ、あのコストコで買ったんですけど、はい、コストコだと2個で2万円とかで、なんかたまにこう安く売ってたりはするんですけど、なるほどね。俺はね、ソロキャンプで本当一人だけが楽しむって意味では、あ、そうですね、すごいいいですね、うんうん。まあ、もちろんこう大人数だったらね、こう端と端とか置けばそれなりに ね、はい、いいと思うんですけど、一、うん、人のこの楽しみ方は半端ないですね。ぜひ体験していただきたい、はあ、これはびっくりしました、はい、黒いですけどね、これ白がないんですよね、残念ながら。そうですね、まあなんか白と黒だったらまだね、そうなんですよ、はい、合わせやすいからっていう、はい、ことですね、はい、っていうことです。なるほど、ありがとうございます。とても、はい、これは衝撃的でした、はい、じゃあ引き続き、はい、あと3つになりました、はい、3つになりました。カズッシュさんのキャンプ道具ベスト10、はい、第3位、第3位はイエティの、はい、ウォータージャグでございます。ウォータージャグ、はい、イエティがいっぱいあってそうなんですけど、ウォータージャグがどこにあります。ウォータージャグがさあどこにあるでしょう。あれだ、ちょうど僕の後ろにあるんですけれども、かっこいい、かっこいい。のイエティのこのウォータージャグなんですけど、ここまあ最新の今の、イエティのクーラーボックスとほぼ同じ形で、うん、この取っ手がまあ古いやつなんで、少し前のものになるんですけど、これが最新、はい、あ、そうなんだ、これは最新のクーラーボックスです。こっちは普通の、はいはいはい、こっちが普通のクーラーボックスで、これは、ウォータージャグとして売られてます、うんうん、でまずこれ容量が22リッター入ります。めっちゃ入りますねなんで水場がないところとか、うんうん、まあ、本当に野営じゃないですけど、うんうん、冬場冬季、うんうん、こう水が出てないところとかでも、なるほど、まあ、これ持って行っていけると十分、うん、まあ、夏場なんか、水場遠かったりして結構水飲んだりする時とかは、ね、入れておくと、で、これ普通のイエティと同じで、はい、これ中見てもらうとこう分厚いんですよ。ちゃんと保温ができるんですね、うん、保冷っていうんですか、どっちですかね、はい、どっちもできるってことですか。どっちもできます、保温もできます。で、一時期お湯を使って入れてたりはしたんですけど、はい、まあ、多分お湯はあんまり良くないのかな、バイ菌とかが分かんないですけど、繁殖しやすいのかなとか思って、まあ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 、そうですね、長時間だとやっぱりなかなかこう衛生上、そう、衛生上あれなので、まあ、基本お水を入れて使ってるんですけど、面白いのがですね、はい、別に水を入れなくてもペットボトル入れたりとか、はい、家で汲んできた水とか、はいはいはい、普通にクーラーボックスとしても使える、そうなんですよ、普通にクーラーボックスとしても使えるんですよ。なのでまあ、クーラーボックスとして今は使っていることが多いです。あ、そうなんですね、はい、でこれは持ち運びはどんな感じでやるんですか。持ち運びはこの両方ここをこう持ちます。はははは、あ、持って、はい、こうですね。そうですね、はいはいはい、でここの下のここがジャグになってる、ここ、はい、ポチッと押すと出るんですよ。これまたね、勢いがいいんですよ。あ、そうなんですね。なんかここがちゃんと密封されてるんですけど、うん、結構な勢いで出るんですよ、ここから水が。だってそれがね、他のクーラーとは違うんですね、まあ、もちろん白いっていうのはある理由で選んでるんですけど、うん、あ、ここをね、はい、こう押すわけですね、はい、あ、でこれがあるから押しやすいんだ。そうです、押しやすいです。あ、まあ、その固定はできないんですけど、うんうん、あの押しっぱなしみたいな、はいはいはい、手を必ずいるんですけど、勢いがいいので結構すぐ水たまるんですよね、うん、あの必要な分が出る、普通の蛇口ぐらいの勢いで出るんで、うんうんうん、これはもう本当にかっこいいですね。冬も、はい、真っ白だし重宝します。まあ、あとこのこれと並べてもね結構、はい、合うというか合いますね。いや本当に合いま す, そうなんです。これでいくらですか。アメリカから直接買えた、今は多分直接は買えないんですけど、うん、アメリカから直接買った時は3万ちょっとぐらいでした、ね、多分国内で買うと5、6万円するかもしれないです。海外から直接、まあ、昔買った値段ってことですね。そうですね、はい、イエティのウォータージャグ、はい、
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。片手でこうやって持てちゃうぐらいです。正直言うとめちゃくちゃいいです。すごいなと思ったのが、こう一個ずつ溝が掘られてるんですよね。あと2つです。はい、あと2つです。第2位を。はい、第2位です。はい、第2位は、プロジェクターでございます。プロジェクター、このこれ真ん中にこうドンと、これは今ちょっと真っ白いのが寂しくてちょっとこれをかけてるんですけど、僕結構映画が好きでですね、しかも毎週行ってるんで結構もうやることなくなってくるんですよね。でそういう時に趣味である映画をこうなんかキャンプ場で見れないかなと思った時に、このモバイルプロジェクターっていうのがありまして、これ充電器で有名なアンカーさんから出てるやつなんですけど、こういうですね、このサイズのプロジェクターになります。で、まあ、ちょっと今昼間なのでなかなかお見せすることが難しいんですけど、こういうふうに置いて、これもセットなんですか？これは別売りです。普通の三脚ですね。ちょっと微妙で、これですね。夜ご飯終わってからとかに、これで映画を見ることが結構ありましてですね、これがやっぱあるからキャンプに来ても飽きが来ないというか、で、まあ、グループでやってる時はなんか YouTube 見たりとか、で昨日も、田村さんもこうみんなで見てたりしたんですけど、ありがとうございますなんかそういう使い方も予習ですね、はい、予習をしておりました。はい、でこれがセットなんですね。このそうですね、リモコンがあったり充電器の、はい、コネクターがあったりっていう感じですね。これはその映画、はい、これ Bluetooth で飛ばすんですか？ですね、これ基本的に、スマホから Bluetooth で飛ばせると、まあ、著作権の問題で多分映らないんですね。あ、そうなんですか。この子の Wi-Fi を、スマホでテザリングして、この子の中にアプリが全部入ってるんですよ。はいはいはい、Netflix とか YouTube とか。はいはいはい、なんで、テザリングさえすれば、あとはこっちで普通にお家にいるように Netflix とか YouTube とか見れます。テザリングだけしちゃえば、こっちにも Netflix がついてるってことなんですか？そうです。あ、で、ログインしちゃうと。そうです。自分のアカウントでログインしておけば。はいはいはい、アプリが入っててね。はい。あーはははは。YouTube だったら飛ばせるんですよね、あっちから。そうですね、飛ばすこともできます。あ、でこっちにも入ってるんだ。こっちにも入ってるんで、まあ、こっちで直接操作して、あ、で、まあ、音声検索とかもできるんで、はいはいはい、かなチャンネルっていう機能を検索しました。あ、そうなんですね取材っつってもらう、はい、っていう使い方ができます。なるほど、はい、これ、はい、何本でしょうか？これは今 5万いくらかな、まあ、5万いくらか、結構これ Amazon で普通に売ってるんですけど、うんうん、まあ、タイムセールとかで、はい、まあ、1万円下がったりして、まあ、5万円前半で買えたりすることもありますけど、だいたい5万円台ですね、5万円後半が多いですね。なるほどね。で、まあ、このサイズにしては結構200アンシールーメンって言って、そこそこ明るい方で、はい、あ、明るいというのはこっちに明るく映すってことですよね。そうです、はい、で100インチまで可能なのかな、まあ、本当に暗くするとこれ多分50インチぐらいしかないんですけど、100インチぐらいまで大きくできるので、まあ、あのタープにこう映し出したりとか、大迫力です、はい、夜とか。で、まあ、これ単体で2時間半はバッテリー持つので、まあ、映画1本見るぐらいだったら、特に何も接続せず、もうこのまま本当に どこでも持っていって、うんうんうん、ポンと置いてリモコンで再生するみたいな使い方ができます。はい、贅沢なキャンプですねそうですね、いいですね。そうですね。これちなみにその2時間半超えるときはなんかこう充電しながらも見れるんですか？そうです、もちろん充電しながらできるん これで充電ケーブルがあるので、あのいわゆるポータブルバッテリーとかでつなげば別にずっと見れますね。なるほど、すごいですね。まあ、なんかこれはいいですね、あると。そうなんですよ、みんなで楽しめるし、一人でね、そう、昼間撮った写真なんかをこう、ね、スライドショーしたりとかもできる。めっちゃいいですね。で、その日の思い出をね、こうみんなで夜見ながら共有して、はい、ありがとうございます。じゃあ第2位が、はい、アンカーですかね。はい、アンカーですね。アンカーの、ネビュラっていう。ネブラ、はい、ネブラ、ありがとうございます。はい、じゃあ最後、はい、キャンプ道具ベスト10、はい、1位いきましょう。はい、1位はですね、はい、白いカトラリーグーということで、はい、まあ、こちらになるんですけど、ですね、もともとこの白い道具を集め始めたきっかけというか、うんうんうん、今から4年ぐらい前に、はい、まあ、インスタそれまでずっとやってて、で、たまたまこういう白い道具が増えてきたなと思って、うんうんうん、白いものだけをこうやって並べて写真撮ったんですね。はい、
そしたらそれがちょっとプチバズった感じになりまして、はい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 、でそっから僕本格的にこう白いキャンプを始めるようになったんですよ。あ、そうなんですね。それまでは別に普通にこうノルディスクのテントで、うん、まあ、白いものがちょっと多いかなぐらいの感じだったんですけど、で、まあ、それのきっかけになるなんかこういうのでグッズたちで、もうそれから結構白いのを見つけては買うようになってしまって、どん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 増えていったわけですね。でこれはですね、はい、この間僕誕生日だったんですけど、これあの横浜のこうデバイスワークスさんも、はい、これ森の牧場で知り合ったんですけども、はい、ちょっと仲良くさせてもらっていて、はい、お誕生日にこれ特別にこれ黒しかないんですけど本当は、はい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 、白いのを作っていただいたやつですね。いろいろあるんですね。最近だとイエティそうですね、イエの。でこれもここなんかジャストフィットするこれですね。まさか、なんすかこれ。これ最近これどっかから、いくつか出てるんですけど、はいはい、これはまあ湯飲みですね。あの中空、中中空のサーボ湯飲み、はい、でもスタッキングできるんだったらもう全然買っても OK でしょ。確かに確かに、この、まあ、実質増えないですもんね。実質増えないんですよ。こういう、これまあベストメイドというメーカーなんですけど、はい、ベストメイドの食器だったり、まあ、あとこういう、ここまでなんですね。そうですね、棚とか。でこれも、これもねめちゃくちゃよく切れるんですけど、これ、はい、セラミックのやつなんですけど、京セラの。それまでは普通の包丁を使ってたんですけど、はい、白いっていうのを見つけたんでこれに買い替える、うんうん、でこうなんか細々アップデートしていくんですよね。白いものを見つけると。なるほどね、はい、これとかも。そうですね、これは、お箸とか、まあ、元々は、歯磨き、歯ブラシを入れとくやつですね。じゃあもう1位がはい、1位がもうこれもう全部ですね。もうこう、うん、もう本当に自分がこう白いことをやるきっかけになったきっかけとなった、はい、ものなんですね。白いことは、ありがとうございます。はい、じゃあもうあのこのまま他も気になるのいっぱいあるんで、はい、行かせていただきます。はい、はい